ではこちらのタイトルの論文に関しについての文献紹介を農家が発表します。この論文のまず概要なんですけれども、事前にその文を出力するモデルにおいて事前に指定した語彙の制約を含むようなビームサーチっていうものを行うことによって、その語彙制約を満たすような出力をするっていうような手法を提案されています。ここではそのグリッドビームサーチというふうに呼んでいます。で、この事前に指定した語彙制約っていうのは、その出力文に存在しなければならない一単語であったり、その句っていうのをそのあらかじめ指定するっていうことで、実際の学習時であったりとか、あと当然そのモデルとか訓練データっていうのの変更は不要で、実際に推論を行うときに語彙の制約を行うっていう方法です。実際のビームサーチと同じですね。で、この方法っていう、このグリッドビームサーチっていうものが、ニューラルインタラクティブプレディクティブトランスレーションっていうのと、あとドメインアダプテーションフォー AMT の実験において、その実用可能性と柔軟性を示す結果が得られています。まず次にイントロダクションで、そのあらゆるその翻訳だったりとか、あとその下にあるような画像キャプション、対話生成、要約、質問を取って、さまざまなタスクにおいて、そのテキストを生成するときに、そのより良い文を出力するために、その追加で人間とかがその情報を追加する、付与するっていうことが有効な場合っていうのがあります。で、機械翻訳の例で言いますと、その機械翻訳の自動翻訳結果を見て、ユーザーが、ここはこうした方がいいというような、その入力っていうものをその出力と組み合わせて、最終的により良い文を出す、より良い翻訳を出すっていうようなことが機械翻訳だと考えられます。で、次にビームサーチについて説明します。このビームサーチは一般に用いられている、普通のビームサーチのことを言っているんですけども、このデコーダーで最も確率の高い系列っていうものを出すっていうのが一番の理想なんですけども、その一番その確率の高い系列っていうのを出そうとすると、あらゆる、全てのそうですね、全ての可能性を考慮して、その中で一番高いものを出すっていう風のが理想ではあるんですけども、それをするとちょっと計算量的に現実的でないっていうもので、そのあくまで近似解を探す手法っていうのがビームサーチになっていて、右に示すのがその疑似コードですね。ちょっと小さくて見えないかもしれませんが、いわゆる普通のビームサーチですね。で、これは当然その推論時にその確率高いものを探すっていうので、そのモデルやったりとか訓練データの変更っていうのは不要で、あくまでデコーダーで解を探すときにその探索方法っていうことですね。っていうのが一般的なビームサーチで、この論文で提案されているグリッドビームサーチっていうものは、それに、新たにそれとはまた別、それに加えてその指定した句や単語が出てくるような制約っていうものを加えたビームサーチになっていて、ベースはビームサーチで、そこに制約に対応させるっていうような考え方ですね。で、その制約の語や単語っていうものを、その出すっていうことを考えたときに、このグリッドビームサーチっていうでは、その制約の語や単語を配置して、またそれ以外の部分っていうものを生成するっていうような考え方で行っています。で、この右の図が具体例というか、その手法を適用してビームサーチをした時のデータの流れになっていて、この上が出力文でなっていて、この四角で囲われている表の部分が制約ですね。そのコンスティネート1っていうのが制約、1つ目の制約で、2つ目の制約がこちらになっていて、どちらも片方は3単語で片方は2単語っていうフレーズを出力するっていうような制約を加えて、そのグリッドビームサーチを行った結果ですね。で、その詳しくはちょっと少し書いてあるんですけども、簡単に説明すると、そのまず最初に、そうですね、あとこのたったかここの軸っていうのが、その制約を加える際に、その残り単語数、残り単語数、出した単語数ですね、出した単語数というかトークン数っていうのがこの軸になっていて、最初は1個も出してないんでここにあって、
ここそうですね、こう1個目の制約を出して、ここはまあ普通に生成をして、2個目の制約を出して、生成してっていうので、こういうふうにちょっとずつ上に上がっていって、1番目に来た時にはもう制約としてはもう問題なくて、あとはまあ文を終わらせるだけみたいな状態になっている図ですね。っていうのがこちらのグッドビームサーチの説明で、とこっちはそのグッドビームサーチの疑似コードになっていて、注目すべきところだけちょっと色をつけてるんですけども、この1つ目のこの赤い部分っていうのがこの論文でオープンハイポシスって呼ばれている部分で、と制約の語か単語かまたはそれとは違う、いわゆる普通の単語生成で出すようなモデルの分布から単語を生成する部分の疑似コードがこうになっていて、クローズドハイポシスっていうのが今もう出している制約の単語じゃなくて制約のフレーズを出していて、まだそのフレーズがまだ終わってなくて、次出す単語がもう制約っていうふうに決まっているところっていうのがこのクローズハイポシスっていうところです。で、この疑似コードの中の、T っていうのがタイムステップで、 C がそのあるビーム、一つのビームがカバーしている制約のトークン数ですね。先ほどのでだと2とか3とかっていうのが入ってくるところですね。で、ナム C っていうのがそのあらゆる制約の、全部の制約の合計トークン数っていうので、さっきのだと2単語の制約と3単語の制約があったんで、合計5っていうのがナム C になっていて、それを全部出し切ることによって少なくとも制約は満たすっていうようなことになります。で、そのグリッドビームサーチで、今回の範囲では、範囲っていうか、そのグリッドビームサーチにその制約を加えるときに、その先ほどの例だと連続した単語でフレーズがその制約としてなってたんですけども、実際英語とかドイツ語ではその制約を加えるときに、その下にあるような ask なんちゃら out っていうような句を制約として加えたいっていう場合が起きうるっていうのがありまして、これはそのグリッドビームサーチを実装する際にそのフィルターっていうものも実装して、その例えば ask constraint その out っていうのが ask より先に来ないようにするっていう制約だったりとか、あとそうですね、制約と制約の今回だとコンセント1とコンセント0の間には少なくとも1つ生成トークン、制約とは違う、普通にモデルからモデルの分布から生成された生成トークンが必要っていうような2つのフィルターっていうものを実装することで、このアスクなんちゃらアウトっていう制約っていうものを実現することができます。これはモデルに加える変更ではなくて、あくまで探索に加える変更なので、微分可能性とかっていうのは気にしなくても大丈夫なところですね。はい。で、このモデルを実際に動かす時の効率について考えていますと、まず一般的なビームサーチでは、ビームサイズの K と、あとは単語の系列長の T っていう、それぞれに比例して、オーダーとしてはその積だけ計算の必要があるっていうになっていて、今回この提案されている K、ビーム、すみません、GBS の、あと、愚直に実装する、素直な実装を行うと、それにプラス、C っていうものが加わって、この3つの積っていうのが、計算量として出てくるんですけれども、この C っていうのが計算する際に他の C と依存しないっていうか、そのこの図でいうと、先ほどの図と同じなんですけども、このこちらの方向に対してちょっと並列することが可能、並列化が可能っていうことがありまして、で、その並列化が可能であると、その結局はその出力候補を計算するところに一番時間がかかっているんですけども、そこに一番依存して、C っていうのが気にしなくてもいいようなところ、無視できる部分になりまして、で、並列化がうまくいけばその一般的なビームサーチのオーダー KT に近づくので、効率としてはいいものを実装すればですね、動作としてはそれほど遅くないっていうようなことになります。で、今回の提案手法を実際にモデルを作って実験を行った
んですけども、そのモデルの設定っていうのがここに挙げているようになりまして、一般的なですね、単語ペアによってそのモデルの設定は違うんですけども、それ以外はここにあるようなのが共通で、モデルの学習などを行っています。で、実際に使った、コーパスは、こちらの3つ で、そうですね、各言語対ごとに、コーパスを用意しているっていうところですね。イングリッシュ、ポルトギーズの方はちょっと違って、オープンサブタイトルズっていう、字幕のデータセットを使っているっていうところは違うところですね。で、実際の実験では、繰り返しの相互作用を持つ MT の P っていうのはちょっと分かりにくいので、別の説明をすると、まず初めに機械翻訳で、入力文を機械翻訳機に入れて、普通に翻訳して、その出力をユーザーが見て、こう直ってほしいっていう、誤った部分っていうものを選んで、そこを正しいものに修正するっていうことを行います。で、その修正した、その修正をその先ほどのモデルの制約として加えて、もう一度翻訳し直して、その結果を見て、またやっぱりここはこうした方がいいっていうのを人間が入れて、また翻訳し直すっていうのを何回か行うっていうのが、この上に書いてある説明で、そこだとその、ユーザーがこう直してほしいっていうところが、先ほどのグリッドビームサーチにおける制約になるところですね。で、実際この繰り返しっていうのは何回でもやろうとでもできるんですけれども、今回の実験では3回行うというような実験設定になっていて、あとは実際だと、ユーザーが修正部分をこう直す、誤っている部分を修正するっていうものなんですけども、この実験ではそのテキストの中から機械的にその参照文と違うところっていうものを新しいところに直すっていうものを3回行うっていうような風にして、実験を行っています。で、リファレンスと違うところを修正っていうか制約として与えるんですけれども、その全くそのリファレンスと全く3単語が違うっていうのをその修正として加えるっていう実験と、あと最初の単語だけ違う、少なくとも最初の単語だけが違うっていう場合もその制約として加えるっていう、2つのパターンについて実験を行っています。で、結果がこちらになっていて、このイテレーションっていうのがそのユーザーがそのユーザー仮想的なユーザーですけど、そのユーザーがその修正を加えた回数になっていて、それぞれ各言語対でその無料を計算している結果ですね。上のストリクトコンスタンスっていうのが、先ほど説明した3単語がそのリファレンスと全然違うところっていうのを修正として加えている場合で、下は先頭単語が少なくとも違うっていうものを与えている場合の結果ですね。で、この結果を見たら、その全ての言語ペアで無料が20ポイント以上向上しているっていうことが分かります。効果が現れているっていうことが分かります。次の実験が、実際の翻訳においてそのドメイン特有の用語っていうものが出てくることを考えた実験になっていて、その実際学習に使用したコーパスのドメインっていうのと、その学習と実は違う実際の翻訳時のドメインっていうのが異なってくると、翻訳性能が下がるっていうことはよく知られていることで、この実験ではその学習時と違うドメインの翻訳っていうものを行う際に、その制約としてそのドメインの固有ドメイン特有の用語っていうのを制約として加えて、そのドメインに合った翻訳を行うっていうような実験になっていて、で実際にその、どうやってそのドメイン、特有の用語を出すかっていうのがここの説明になっていて、そのあるドメインのコーパスから翻訳したいドメインのコーパスからその現言語と目的言語の文のそれぞれの N グラムの PMI、
ノーマライズド PMI を計算して、まあ、それをまあ 0.9 以上っていうあの式値と、あとまあその N グラムが5回、単語が5回以上出現するセットっていうのを集めてきて、その原言語の単語と、まあ、目的言語の単語のセットっていうものを作ります。まあ、それがあのドメイン固有の用語っていうふうに呼ばれている、あのここで呼ぶものですね。で、その比較としてこの、グリッドビームサーチとの比較として、まあ、制約ですね、あの今回のドメイン固有の用語っていうものを制約として加えるっていうのが、まあ、グリッドビームサーチなんですけども、あの制約としてじゃなくて単純にベースラインの出力の、まあ、ランダムな位置にその制約出てきてほしい単語っていうのを配置する場合と、あとその出力の先頭にその単語を挿入する場合のそれぞれの結果も比較して、その、まあ、単語のドメイン固有の用語の抽出によってそのによってではなくて、そのあくまでグリッドビームサーチによって性能が上がっているっていうのをこの比較の実験で確認します。でこの実験で使用する、まあ、コーパスっていうのがこのオートデスクポストエディティングコーパスって呼ばれるもので、この、まあ、オートデスクっていうのは、まあ、オートキャドとか作っている、まあ、会社なんですけれども、その会社が出しているそのソフトウェアをその国ごとにあった、その言語ごとにあった風に、まあ、翻訳っていうか、まあ、ローカライゼーションしたするときに、したときに、まあ、できるその対訳のデータですね、なっていて、まあ、その元々そのオートデスク社のソフトっていうのがそういう、まあ、オートキャドとかいう、まあ、そういう専門的なところになっていて、まあ、そういう分野、ちょっと一般的な翻訳とはまた違ったドメインを持つような、まあ、コーパスになっています。で結果がこちらになっていて、まあ、こちらも先ほどと同じように、まあ、全部の言語ペアでブリューが向上していて、で、そうですね、ランダムにその制約とされている単語を出力側に足す場合であったりとか、あとですね、あの文頭に足すだけの場合と比べても、まあ、大きくなっていて、まあ、グリッドビームサーチの効果が明らかになっているものになっています。で、特にこの3つの、あの3つの言語ついでだと、そのイングリッシュ・ポルトギーズがその特にその向上が大きくなっているんですけども、これはその使用したコーパス、そのそのイングリッシュ・ポルトギーズの間の対訳で、まあ、使用したデータっていうのがその先ほどのオートデスク社 の, そ の, あのコーパスのドメインと大きく異なっていて、まあ、改善が大きくなったんじゃないかっていうふうに考えられます。で今回はあの PMI を使って用語、あのドメイン特有の用語っていうものを自動で抽出したんですけども、その部分を、まあ、人手で作成したらさらに性能が上がる可能性があるというふうにも考えられます。でこちらが実際の出力分の例を出してその分析したっていうものでして、ちょっと字が見にくいかもしれないですけど、まあ、その制約っていうのがその文の、まあ、出てきてほしい位置に正しく出てくるっていうのだけではなくて、その制約以外の周りの部分に関してもその翻訳性能の、まあ、改善があるような変化があるっていうような結果になっています。でそうですね、で実際その制約っていうものを加えることによって、そのオリジナルですね、何も制約を加えてない出力に比べて、そのまあほとんどリファレンスと一致するような結果が得られている例がこちらの3つになっています。で最後のコンクルージョンは、ここで提案されているその語彙制約デコードっていうものが、その出てきてほしいクリア単語っていうものを組み込む手法として、まあ、有効であるっていう結果が得られたのと、あと、まあ、翻訳においてユーザーがその翻訳のエラーを修正するっていう場面において、その翻訳性能が、まあ、大幅に向上できる、向上させられるっていう結果を確認して、またそのドメイン特有の用語っていうものを、まあ、制約として利用してすることで、その翻訳においてそのドメインの適用っていうものが行うことができるっていうのを確認、実験によって確認しました。と最後にこの論文で挙げられているフューチャーワークがこちらになっていて、今回はその翻訳
に、まあ、翻訳でまあ実験を行っているんですけども、それ以外にもまあ要約だったり画像キャプションだったり対話生成っていう、まあ他のタスクでもその効果があるかどうかっていうのを評価するっていうのと、あとその今回は語彙の制約っていうようなものなんですけども、その語彙ではなくてまたそのよりその語彙を超えてそのより広い制約っていうものを加えるモデルっていうものを考えるっていうのがここでのフューチャーとして挙げられてました。以上で発表を終わります。